沖ノ鳥島また中国海洋調査船が出没海上保安庁によりますと本日日本の沖ノ鳥島の排他的経済水域の中で中国の海洋調査船が航行していることが確認されましたこの中国の海洋調査船は10日間連続で違法な調査活動を行っていた船と同じものであり またしても違法な調査活動を行う可能性がございますが、こういった中国側の違法行為については、経済制裁を科したり、対抗措置として南シナ海などにおいて日本が海洋調査を実施するなど、速やかに中国の侵略行為に対抗していく必要がございます。現在自民党が 対応策について検討を進めておりますが、速やかに結論を出していただき、こういった中国の侵略行為に対し、意味のある制裁を実施していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。